ありがとうございます。恋してカタルシスです。どうぞ。どうぞ。はい。今日は2人、ちょっともろもろあって2人での出演になりました。はい、自己紹介します。はい。恋してカタルシスピンク色担当、ニアリーイコールラブ斉藤なぎさ担当のゆゆです。お願いします。はい、恋してカタルシス赤色担当、ニアリーイコールラブ高松ひとみ担当のみくりんです。よろしくお願いします。はい、ということで、ふくなぎます。はい。ちょっと前半2曲、イコールラブの曲を続けて2曲聴いていただいたんですけど、あゆゆと私が2年半ぐらいずっとニアラブとして出会ってから2年半ぐらい経ったんですけど、その流星群を今回2曲目に歌わせてもらって、なんていうんですか、高松とっていう締めなんですけど、高松とナータンがユニットで初めてやった曲で、でずっといつかやれたらいいなって言ってたんですけど、ちょっとこんなに早く実現するとは思ってなくて、ちょっと2人になったので急遽曲目を変更させていただいたんですけど、2人私たちの仕様にちょっとあゆゆさんが歌詞を変えてくれたり、本家は A メロ最初が出会ったのは4月で、まだ少しだけ寒かっただったんですけど、ちょっと練習の時から出会ったのは6月で、もうちょっとだけ暑かったっていう風にあゆたんが変更してくれたり、ちょっと変えて披露できたので良かったかなって思います。まだかなちょっと、来てくれた、バトンタッチしますね。いけるかな。はい、どうぞ。とみくりんがつなげてくれたんですけど、私は喋ることがないです。何やろ。この後、ミスキャストのヘイトと、ソニックメートルパーセコンドのモスキートーンと、あと、おぜおぜマックスレボリューション AB のが続くんですけど、多分知名度的には低いと思うので振り込みかなっていう感じです。喋ることないよ、どうしようかな。私はエイミーがとても好きで、そうなんですよそう、ミクリンはイコラブがずっと好きで、私も最初はイコラブに一緒にいてたんですけど、気づいたらなんか地下に潜ってて地上に行かなくなっちゃって、あ、潜ってきた、おかえりなさい、どうぞ飲んでください、私もお茶が飲みたいです。じゃあ次の曲いきます。
とうございます。ありがとうございます。お茶飲んでいいですか？どうぞ。喋ることがないよ。私たちは、恋してカタルシスは、2月20日の豆祭りと、あと2月28日のスイパーラーに出させていただきます。よかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。じゃあ、最後の曲、はい、行きましょう。
から8時半ぐらいまで物販やるかもしれないです。来てください。